国際女子競技大会は初の女子陸上競技の世界大会である。開催間隔はオリンピックと同様4年に一度であり、1922年から1934年までの間に4回開催された。オリンピックにおける女子スポーツの欠如を補完する目的でアリスミリアと国際女子スポーツ連盟によって創設された。これは スポーツにおける男女の平等に向けた重要な一歩だった。1900年以来、一部の競技で女性がオリンピックに参加することが許されていた。1919年、ミリアは国際オリンピック委員会及び国際陸上競技連盟と1924年パリオリンピックに女子の陸上競技を含めるよう競技を開始した。これが拒否されたことから、 ミリアは女子オリンピアードと称する初の世界大会をモンテカルロで開催し、同様の大会を1922年、1923年にもモンテカルロで開催した。1924年の女子オリンピアードはロンドンのスタンフォードブリッジで開催された。1921年10月31日、ミリアは女子スポーツの国際大会を管轄し、 オリンピックに広く女子スポーツを含めることを目的として国際女子スポーツ連盟を設立した。1931年には欧州域内の女子スポーツの大会としてオリンピアーディー・デラ・グラツィアがイタリア・フィレンツェで開催された。1924年パリオリンピックでの女子スポーツ競技の実施を IAF が拒否したことを受けてフズフィーは1922年に 初の女子オリンピック大会をパリで開催した。IOC は、フズフィーが大会名称にオリンピックという言葉を使ったことを非難した。競技の末、IOC と IAAF は1928年アムステルダムオリンピックにおいて陸上競技に女子が参加することを認め、その代わりに、ミリアは大会名称を国際女子競技大会に変更した。 アムステルダムオリンピックの陸上競技では女子の5種目が行われた。フズフィーはこれを満足のいくものとは認めず、1930年にプラハで第3回大会、1934年にロンドンで第4回大会を開催した。フズフィーと IOC IAAF との間の長い議論の末、フズフィーと IAAF の委員会との間で、 フズフィーによる記録を IAAF がすべて公認すること引き換えにすべての女子国際陸上競技大会は IAAF が管理するということで合意した。これにより1938年にウィーンで開催される予定の第5回国際女子競技大会は IAAF の管理下で行われることとなった。1936年の IAAF 総会では フズフィーの記録を公認することには合意したが、それ以外ではオリンピックのイベントを拡張したプログラムを IOC に提案し、第5回国際女子競技大会の代わりに、同年の第2回ヨーロッパ陸上競技選手権大会で女子の大会を実施することが採択された。フズフィーは IAF の決定を受け入れも拒否もせず、1938年に事業を中止した。 予定されていた第5回大会の代わりに、ヨーロッパ陸上競技選手権大会で女子の大会が実施されたため、第4回が最後の大会となった。ありがとうございます。